皆さんおはこんばんちは、うぷ主の親友です。長らくオールパスレルのこと、放っておいてすみません。来週から、競馬生活を、復活して、その最後にオールパスレルについて触れる、コーナーを作りたいと考えています。今回は競馬生活番外編、で、オールパスレルのみを紹介します。まずはこの写真、私が3月にお邪魔した時の、オールパスレルです。そしてこれが今見比べるとこんな感じ。ちょっと自分の写真じゃ比較にならないので、キャロットクラブ様の3月のオールパスレルの写真です。写真を見ると硬質あたりの筋肉がいい感じになってる。3月の頃のオールパスレルです。この頃の性格は、男の子っぽいところがある。気性は難があるよう。でも厩舎ではおとなしい。噛んだりとかはしない。むしろ僕には可愛く思います。この時は、7月デビューを目指していたそうなので、今の状況からいくと、7月下旬あたり、デビューしてくれそうかな？そういえば、無事に試験合格しましたね。スタートは出遅れたけど、最後は癒し使ってくれました。今度は歩かせていただきました。特にじゃれる子供っぽさはなく、もう大人の馬かなって僕には見えました。早くデビューが待ち遠しいですね。ということで今回はここまで。では皆さん、また七夕ショーでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。